ペドゥナは、韓国の女優。ソウル特別市出身。セッピョルダンエンターテインメント所属。関与大学演劇映画科卒業。1979年10月11日、ソウル特別市に生まれる。母は、演劇俳優のキム・アヨン。兄は、CM 監督のペドゥハン。母の影響を受け、幼い頃から俳優への夢を持っていた。母とは映画、子猫を、お願いで。 兄とはユニクロの CM で共演を果たしている。ルイ・ヴィトンのミューズを務めており、2016年春、夏のグローバルキャンペーンでは、韓国人で初めてルイ・ヴィトンの全世界向けの広告に起用された。周波しハセのファンであることを公言している。シリアスな作品からコメディまでこなす実力派、個性派である。1998年、19歳の時、 医療カタログのモデルとしてデビュー。その後、ファッション雑誌のモデルや CM モデル、テレビタレントを経て、1999年、日本映画、リングの韓国リメイク映画、リングウィルスで、サダコ役を演じ、映画女優としてデビューした。2000年、ポンジュの監督の長編デビュー作、吠える犬は噛まないで、正義感の強い主人公を演じると、 百草芸術大賞最優秀女優賞などを受賞し、高い評価を受け、ブレイクを果たす。2003年には、パクチャヌク監督の、復讐者にあわれみを、に出演。この作品や、グエムル観光の怪物マイナス、麻薬王などソンガンホと共演することが多く、2021年に、これ枝カ和監督が手掛ける韓国映画でも、共演することが決定している。映画女優として、 国際的な活躍を見せる一方で、2017年には、秘密の森で7年ぶりに韓国ドラマにも復帰し、国内外を問わず活躍の場を広げている。吠える犬は噛まないを見た、山下敦弘監督からのオファーを受け2005年に、日本映画、リンダリンダリンダに、韓国人留学生役を演じ主演を務めた。リンダリンダリンダ特写フォトを担当した、プロカメラマン、 東の水ンに影響を受け、写真撮影を趣味としている。2009年には、これ枝広和監督の映画、空気人形でも主演を務め、第33回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を獲得している。もともと海外進出を考えていたわけではなく、外国語で演技することはハードルが高かったというが、リンダリンダリンダや空気人形で日本語でお芝居をしたことで、 映画と演技には国境はないんだと考えるようになり、後にハリウッド作品に出演するきっかけにもなったという。2009年3月から放映のサントリー、アイラブベジーの野菜の恋編で日本 CM 初出演を果たす。同年10月13日、文芸師ユリーカが10月臨時増刊号でペルナを総特集した。空気人形を見たシャウスキー姉妹からのオファーで、 2012年、映画、クラウドアトラスに出演し、ハリウッドデビュー。トム・ハンクス、ハルベリーらと共にメインキャストを演じた。2015年にも SF アクション映画、ジュピターに出演。2015年には同じく、ウォシャウスキー監督のネットフリックスドラマシリーズ、センス8に出演。世界9都市を舞台とした SF スリラーでペドゥナは、ソウルの大企業の社長令嬢で、 元キックボクサーのサンを演じ、本格的なアクションにも挑戦した。ありがとうございます。